髪の毛めちゃくちゃカラフル。どうもチャップです。スプラトゥーン2をプレイしていきたいと思います。ということでレギュラーマッチやっていきましょう。今回使っていく武器はケルビン525ですと、それプラスですねスペシャル増加量アップを 3.9 積んできたんで、アジフライスタジアムのバスケットゴールの上でジェットパックしたいんですよ。これね絶対面白いと思うんですよ。あの狭い空間でね固定放題みたいにロケランをガンガン撃てる、その感じ絶対絶対面白いと思うんですよ。それね、ぜひ見てもらいたいけど、タチオパーキングなんですよ。どういうことかわかる？そうなんですよ。カットの時間なんですよ。ちょっと待っといてね。はい、皆さん、やっと来ました。アジフライスタジアムでございます。チャップは今日も元気です。なんで言うたんや、言うことありますけどね。はい。さあ、スペシャルいっぱい貯めてね、ジェットパックで遊んでいきましょう。多分ね、もうこのゴールでね、バスケットゴールで遊ぶ安西先生ネタはね、最後やと思いますね。まあ、安西先生ネタちゃうけどね。まあ、金網で遊ぶっていうのがこれが最後やと思うからさ、しっかり皆さん見といてくださいね。よーし、行くぞ。まあ、とりあえず、チャージャー章が危ないんでね、チャージャー章に気をつけていきたいところで、ナイスインクやばい。いいよ、いいよ、いいよ。さあ、ここでポジション取って、よいしょ、オッケー！ ロケラン、ロケラン、ロケラン。やばい、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 あお格好の的やないかい。せっかくできたのに、やっとできたのに、もう速攻で1キルされるっていうね。悲しいやつやで、悲しい。チャップや、いうことで、さあ、頑張っていきましょう。まあ、とりあえずね、1回ね、できたから、1回バスケットゴールドね、リバウンドの神様になれたからね、今後もね、積極的に僕はリバウンドの神にね、なっていきたいと思う。イエーイ、いい感じ。ケルビンさんはやっぱ攻撃力、破壊力いうものがあるからな、そこはね、やっぱ大事だと思うんですよ、みんな。あぶな、あぶな、あぶね。コアチャップやったら今ね、シュッシューンって、あ、上におる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 、危ないよ。オッケー、オッケー、オッケー、しっかり見よう、しっかり回る見よう。オッケー、完璧。さあ、これ使いましょう。イエーイ。こっからこっからインクで溺れてる。さあ、正式に使います。はい。これおもろいで、これさ、対岸でさ、1対1で向かい合ってジェットパックの打ち合いとかしたらね、ジェットパックのデュエルできると思うんですよ。まさに遊戯王やんってなると思うんですよ。ほんまに自分にナイスですね。味方の人にもナイスや。これがおもろいと思うんですよ。まだこの前、でもデュエル方式はね、確実にさっき打った方が勝つというね、まあそういうフィンキーな、フィンキーちゃう、ファンキーなことになると思うからさ、その辺は皆さん気をつけてチャップやで、いうことで、さあさあさあ、そこでトラッピーとかがあるからな、降りてくんじゃない、降りてきたとこやっていってあげたいんですが、降りてくる、降りてくる、降りてくる、完璧、もう完璧チャップやん、誰が見ても完璧チャップ、プレッサー、危ないチャップ、味方じゃ大丈夫か、ちょっと待って、なんか後ろにおらんか、後ろおるぞ、後ろにおるぞ、後ろに、後ろに、オッケーケルビン、ケルビン、ケルビン、ビン、言うて、ケルビン、最強、最強、最後、シャーンって、そこにおると味方でしょ。そこにおる、帰っていったんか、帰っていったんちゃうか、おるんか、おるんか、いやー、帰っていった、ナイス。いい選択肢だったぜ、いうことで。さあ、これで嘘嘘。さあさあ、こっちバージョンもできましたよ。あ、届いてる、結構、届いてる、結構、届いてる、結構。ほら、皆さん、飛ぶというね、概念を捨ててくださいよ。こうやって、やられちゃうんでしたね。まあいいんですよ。やられるためだけにやってるみたいなとこはあるからね。いや、なんでみたいな、それはある。まあ自分のね、あれやん、自分のかっこいいこのジェットパックに勇士にナイスですね。さすが勇者チャップやな、いうことでさ、勇者ヨシヒコならぬ勇者チャップですね。これは間違いなくね、視聴率取れるわ。噛んでるけどな。イエーイ。さあ、チャージの人に気をつけてと頑張っていきましょう。これ届くんじゃないか、チャージの人。気をつけないとすぐやられちゃうからな。ちょ、待って、これ持ってくる。やっぱ一回枯らして、お願い、バイバイキン。あと20秒しかないからね、帰りましょう。ここでデスするわけにはいけん。これでね、ワンチャンデスせえへんことによってスペシャルを貯めれるという、そういうね、素晴らしい僕の計画があるんですよ。そのスペシャルのために、僕は犠牲になろうと思うわ。犠牲、うわぁなんてこった、パンナこった、ただただデスする動画やなーって。もうジェットパックをね、金網の上でやりたすぎて立ち回りがおじいちゃん。シンプルにチャップでしたね。シンプルイズザデス。ただのデスやんねーということで。はい、負けチャップ。ただ面白かったですね。飛ぶというところに意識を向けないでいいからね。これまたジェットパック苦手な人にね、便利やと思う。撃つだけでいいですから。撃つだけでいい。ただですね、めちゃくちゃやられやすいから気をつけてくださいね。あれやん、危険やっていうことも皆さんに僕がデスをね、することによって身をもってね、体感することができて、お伝えできるわ。これはめちゃくちゃ信憑性のある動画になったな。金網の上のジェットパックはめっちゃ危ない。はい、2試合目もアジフライスタジアムで金網ジェットパック楽しんでいきたいと思います。ということでね、いっぱいデスしていきましょう。もうデスする未来が見えてるんでね、そんな自分にも軽やかなナイスを教えていきましょう。さあ行くぞ。もうデスしてなんぼですからね、金網ジェットパックしてるときはね、金海のね、梅でね、噛んでるわ。梅とか海とかもうガチャガチャやん。金海、金海、また金もだ。
そう、金網の上でね、デスすることを恐れちゃいけないんですよ。デスしてこそね、真の男になれるっちゅうわけなんですよ、皆さんね。こうやってジャンプが届かんっていうこともあるわけですよ。さあ、よーし、ジェットバックしてください。イェーイ、カモンカモン、できましょう、カモン。そこにダイナモンスターがおるのは知ってるぞ。これ、濡れますからね、皆さん。ほらほら、濡れることもできるんですよ。こんな素晴らしい技ありますよ、いうこと。イェーイ今の見ました、今のドンピシャのキル、もうドンピシャもドンピシャのキル、パブロの人そこおると思ったら横にあれやんか、あのクラッシュバンディクーの人もおったやん、クラッシュチャップでーすってやつですね。おう、ブラスターの人が歩いてるわもしかして今機動戦士ブラスターになったんかこの人初期値で止まってましたもんね。いや、そんなことはない、デスされただけはシンプルイザチャープな感じだったんですね。よーし、行くぞ、カナミジェットパック、カナミジェットパック、チェットパックって噛んでるけど、カナミジェットパック、危ない危ない危ない、クラッシュバンディクもおるし、そのダイネミーもおる、ダイネミーも危ないからな、まあ、とりあえず周りをよく見ながらしっかりクリアリングを忘れないようにね、戦っていかないと僕はほんま生き残る道じゃないと思ってるわけなんですよ。うー、エイムが長い、エイムが伸びてくる。さあ、そこにいろいろいるんじゃないでしょうか。あ、これはボムとパブロの振りを挟んでくるという、それハサミギロチン公式なんですね。これは噂に聞くハサミギロチンなんだな、危ないな頑張って生きてた自分でナイスしましょうと。よしよし、いけるぞ、イエーイ、OK、ナイス、よし、いい感じいい感じ、道が開けてきたぞ。パブロマンがおるかもしれんからな、カーリングボムマンがおる、危ない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 、ちょっと出られへん、ジェットパックでけ僕にどうか清けジェットパックを、僕に清けジェットパックを、清けジェットパックをお願いいたしまーす、ということで、イエーイ。さあ、ここでやりましょう、長生きした甲斐がありましたね。あそこにおるぞ、ダイヤモンドが、僕さっきこれでやったからな、やれんの、イエーイ完璧ですね。やっぱりね、飛ばんでいいもん、エイムすることだけにね、全力に注げる、これが金網ジェットパックの良さでもあると思うわ。ナイス、味方の人、ここにトラッピー置いておきましょうか。で、こっちヌリヌリしていって、クラッシュブラスターの人がおんねんけどな、局者で倒せんではないかと、あれは、イエーイアシストナイスということでさ、こっちにシューンって入っていきましょう。さあ、あと1回ぐらいしたいですね、金網ジェットパックね。これをやるためだけに生まれてきた僕はロボットみたいなとこあるから、金網ジェットパックおじさんになるというのが夢やったん、子供の頃から。それがやっと叶うんですよ、イエーイこれ結構攻めてるけど大丈夫かな。あかんあかんあかん、あかんやつ、あかんやつ、これあかんやつや、シープにあかんやつや、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 あかん宮川大輔さんになるとこやったら、もうあかーんなってましたね、ほんまチャプーン言うてね、ほんまうるさいだけーことで。さあ、ナイスしてください。あ、待って、おるんじゃない、近場に、近場におるぞ、近場におる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 と思う、おると思う、おー、そっちやられたやん、どこ見てんねん、いうことで。おー、イカ忍者、イカ速ガン積みという、これは完璧なローラーの、あれやな、相性抜群のギアでしたいうことで。ナイスして、キルしよう、これ、ムー、あめ僕が残念無念、またチャップなるとこやったやんけいうことありますけどね、存分に楽しめましたよね、満足満足、これやりたかったんですよ僕はずっとだからさ、動画撮るときにアジフライスタジアムが来るのをすごく待ってた、待って待って待った甲斐がありましたよ。大友いいともみたいな、タモリさん落ちてますね。でも後半までおったんで、ラスト10秒か、それとも終わった瞬間にね、バイバイ禁したんかもしれませんということで、すごい楽しかった金網ジェットパック。はい、ということで今回はケルビン525にスペシャル増加レアップを 3.9 積んで、金網の上でジェットパックを存分に楽しんで、バスケットゴールをさらに楽しもうというね、安西先生からいただいたネタでした。うん、それは嘘ですけどね。まあ、とりあえずね、シンプルに楽しかったですよ。ぜひともね、そうやな、プラベとかでさ、バスケットゴールの上にお互い立って、こう、デュエルみたいな、遊戯王みたいなね、武藤遊戯と海馬瀬戸みたいな感じのね、デュエルしたいんですよ。デュエルみたいな、ブラックマジシャン、ブルーアイズホワイトドラゴンみたいな、暗黒騎士ガイアみたいな、そんな感じでやったらいいと思うんですよ、僕はね。滅びのバーストストリームとか言うたらええやん。滅びのケルビン525とかね、めっちゃダサいやんって言うたらええやん。それで楽しめるでしょ？そういう感じの動画になるよ。動画じゃないわ。そういう感じで遊べますやん。シンプルにいいですよ。一回ね、ぜひ皆さんやってみてください。めちゃくちゃ格好の的になるけど、飛ぶというね、選択肢を捨ててね、打つということだけに特化できる、素晴らしくて面白いね。まあ、新スペシャルと言ってもいいんちゃいますか？アジフライスタジアム限定の、なんやろうな、あの、サーモンなんでさ、丸いキャノンみたいな中に入ってインク打てるじゃないですか。噛んでるけどね。まあ、そんな感じのことができると思うので、ぜひやってみてください。ということで終わりにしましょう。ご視聴ありがとうございました。よろしければチャンネル登録、コメント、高評価お待ちしております。よ、バイバーイ。さあ、ここでポジション取って、よいしょ、オッケーロケラン、ロケラン、ロケラン。やばい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 。ああさあさあ、こっちバージョンもできましたよ。あ、届いてる、結構、届いてる、結構、届いてる、結構。ほら、皆さん、あの、飛ぶというね、概念を捨ててくださいよ。こうやって、
さあよーし、ジェットバックしてください。イエーイ、カモンカモン、できますよ、カモン。そこにダイナモンスターがおんなん知ってるぞ。これ濡れますからね、皆さん。ほらほら、濡れることもできるんですよ。こんな素晴らしい技ありますよ、いうこと。イエーイ、イエーイ。さあ、ここでやりましょう。長生きした甲斐がありましたね。あそこにおるぞ、ダイナモンスターが。僕さっきこれでやったからな。やめて、イエーイ。待って、おるんじゃない、近場に、近場におるぞ。近場におる、近場におる、近場におる、近場におると思う。おると思う。おー、そっち。